皆さんこんにちは。寺橋看護塾の青柳です。今日はですね、なぜ私はこんなにも頭が悪いんだというお題で話をしていきたいと思います。まずですね、おかげさまで診療の補助の教科書の動画の契約者数がですね、600人を超えました。ご契約していただいた方、大変ありがとうございます。そして、今検討中の方もですね、最初の1000人までは、定価の 66% オフということになっておりますので、ぜひぜひ、ご検討いただければと思います。今回の、なぜ私はこんなに頭が悪いんだというのは、特定行為の研修をやっているとですね、やはり覚えることが非常に多い。そして、研修に来る方たちはですね、決して経験がないわけではないので、今まで看護師として仕事をしてきたのに、いろいろなことがこう覚えきれなくてですね、どうして私はこんなに頭が悪いんだみたいなことをつぶやく方がですね、結構います。で、今日の話の結論はですね、インスタ始めましたっていうことなんですが、どういうこと？と思うかもしれませんが、どうしてインスタを始めたのかということと、話のつながりがあるんですね。で、この話、頭が悪いっていうのは、どういうことかっていうとですね、対応策がですね、あるんですよ。で、その対応策っていうのは、おそらくですね、この本ですね、脳が認める勉強法という本があるんですが、これも、7年くらい前ですかね、僕がこう、高知に行った時に、これを読んでいて、なるほどね、とこういうふうに思った本があるので、これをですね、皆様に知っていただけると、勉強するサポートになるのかな、というふうに思って、今日ご紹介したいと思います。前にもね、紹介したことあるんですけれども、ちょっと前ですので、改めて紹介したいと。で、人の記憶というのは、どういったものにこう依存するかっていうとですね、音と匂いと感情に結びつけられているというふうに言われています。我々がお猿だった頃はですね、例えば雷が鳴りそうだっていう音、ゴロゴロっていう音ですね。で、その音が鳴った後に大雨が降って、それで川に遊びに行っていた仲間のお猿がですね、川が増水してこう流されてしまって、亡くなってしまったっていうような記憶があった場合に、ゴロゴロゴロっていう音がした場合に、雨が降ってくるぞと、あるいは洪水になるぞっていうことを記憶しておかないと、何度も何度も流されてしまいますよね。あるいは食べ物が腐っているんじゃないか、これを食べた時に前にお腹をこう下してえらい目にあったということを忘れてしまったら、何度も何度もですね、お腹を下して大変な思いをするわけです。ですので、音や匂いっていうものに、僕らはですね、記憶が結びつけられやすいという特徴を持っています。このあたりはですね、例えば、懐かしのですね、こう音楽を聴いて、高校の頃とかよく聴いていた音楽を聴いて、こうラジオとかでこう流れてくると、ああ、懐かしいと。私この音、この音楽を聴いていた頃ってこういうことやってたよな、とかっていうことは、すぐわかると思いますし、こう声を聞いただけで、あ、これは誰の声だなってことはわかりますよね。ですので、この音との記憶力っていうのは結構結びつきが良い。そして、匂いもですね、例えば、香水とかを嗅いだ瞬間に、あ、これ誰々さんの香水だっていうふうに分かったりしますよね。すごい記憶ですよね。文字情報とか全然使わなくても、匂いでパッと思いついたりするわけですから、この音と匂いっていうのは、人の記憶と強い結びつきがある。そして、感情なんですが、皆さん、小学校の頃の出来事とかって、覚えてるものがあると思うんですね。教室での出来事とか、登下校中の出来事とかですね、放課後に学校で遊んでいたこととか、いろんな記憶があると思うんですが、その記憶って覚えようと思っていて覚えたわけではないと思うんですね。この記憶は感情に結びついている。いわゆる喜怒哀楽ですよね。楽しかったこととか、頭に来たこととかですね、寂しかったこととかですね、楽しかったこと、悲しかったこと。そういうような感情というものと人間の記憶というのは結びつきやすい。ですので、人の記憶というのはこういう特徴があるんですよと。で、逆に言えば、音や匂いや感情と関係なく記憶できるっていうのは、なかなか難しいと。確かに、記憶力がいい人はいるんですよね。ですが、必ずしも、全部覚えられるかっていうとそうではなくて、明日テストに出るからこれを覚えておかなきゃって思って一生懸命勉強しても、残念ながら、次の日までにはですね、コロッと忘れてしまうと。そうすると、私は頭が悪いというふうに思ってしまうんですが、そこはですね、勉強方法に問題があって、記憶力に問題はないということで、もともと人間は、かなり忘れやすいと。逆に言えば、忘れるから生きていけるというところがあるんですね。見たものを全て覚えてしまったら、頭パンクしますので、やはりこれは、いろいろ問題が出てくるわけです。ですので、関係ないものは忘れると。ただ問題が一つあって、脳は関係がないと思っていても、私、明日テストなので、これは覚えておいてもらわないと困りますよっていうところのは、脳が判断できないんですね。どうして脳は覚えてくれないかというと、音や匂いや感情に関係がないと、覚えようとしてもですね、夜寝て夢を見ているときに、こう知識をこう整理していると言われていますけれども、例えば、数学の方程式とかを覚えましたよね。この方程式を覚えておけば、明日のテストはできると思って夜寝ると、脳の中では、なんだこの方程式って、こんなゴミいらないと言ってポイって捨てるわけですよ。ですので、朝起きると、昨日あんなに勉強したのに覚えていないと。人間の脳からすると、いや、生きていくのに関係ないんでっていうふうに、判断してしまう。そこはですね、大きな問題。
ですから、音や匂いや感情に関係なく覚えることっていうのは、基本的に不可能というふうに言われていて、これは、エビングハウスの忘却曲線というものを調べていただけると、まあ、よく、まあ、説明されていると思いますが、まあ、何分後に何パーセント忘れるのかっていうのは、いろんなデータがあるので、まあ、この辺細かく覚える必要はないんですが、とにかくですね、覚えようと思っても覚えられないということが、まあ、我々人間の正常な状態ということなんですね。それは分かったけれども、いや、覚えておいてほしいんだという場合には、どうすればいいのかというと、まあこれはですね、解決方法があります。復習なんですね。復習をしなければ、知識として定着させることが難しいというか無理なので、いかに復習をすればいいのかと。まあ私はですね、2006年からずっと看護師向けのセミナーを行ってきました。まあ日本全国津々浦々で、いろいろなセミナーをこうやってきましたが、まあ、何度か参加される方がおられまして、で、このセミナー前にも参加しましたよねっていう話をすると、まあ聞いた時にはよくわかるんですけれども、でも私頭悪いんですぐ忘れちゃうので、また来ましたっていうふうに言ってるんですね。で、そうするとですね、まあでも同じ話を2回聞いてもなというふうに思うんですが、でも結構そういう方って、まあたくさんいて、まあ真面目に勉強しようと、真面目に看護をしようという気持ちはすごく伝わってくるんですが、でもセミナーに参加しても覚えられなければ意味ないよなと。そうすると、まあこれは講師として立ってね、お金をいただいて、まあ説明をさせていただいている僕からすると、やっぱり大変申し訳ないなという気持ちにはなるんですが、ただ、わかりやすさを、まあ上げてもですね、わかりやすさをどんどんこう向上させていっても、なかなか覚えられるっていうところとは関係がないんじゃないかと。まあ確かに、理解した知識っていうものは、まあ忘れにくいかなという気はするんですが、まあ逆に言えば、理解した知識以外っていうものは、まあ残念ながら全て忘れているはずなんですね。ですので、これどうすればいいかっていうと、復習した人以外は忘れているということになりますので、復習をやはり入れていかなければいけないなと。で、実際、復習なんて誰もしないんじゃないかと思うんですよ。まあ、昨日セミナーに行きましたと。で、帰りに美味しいご飯を食べて帰ってきて、昨日何のセミナーに行ったんだっけみたいな感じで、まあ、セミナーに行った内容すら全て忘れているということも、実際にはね、あるんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、この一方向のセミナーには、やはり意味がないな、というふうにまあ感じていて、まあ、それでまあ数年前からオンラインサロンなどをこう始めてきたわけですけれども、ただ、まあ、このセミナーの一方向性で、まあ、復習が必要であって、その復習をすれば逆に言えば覚えられるんじゃないかと。で、実際に、いや、セミナーに参加して全部忘れてるってことはありませんよ。少しは覚えてますよということも、まあ、そういう意見もね、あるかもしれない。で、それはどういうことかっていうと、復習は、まあ、意識してしてないかもしれませんが、例えば、心室性の気外収縮っていうものを、まあ、昨日習って、で、今日たまたま病棟で心室性気外収縮が発生して、で、それをこう先生とかがですね、あ、これ心室性気外収縮だな、みたいなことをこうつぶやいていると、あ、昨日勉強したやつだって、まあなりますよね。それが、まあ、例えば、まあ、検査データとか、バイタルサインとか、身体所見とかね、まあいろんなところでそういうチャンスというのは僕らにはあるわけです。ですから、たまたまセミナーの翌日に習った知識を使ったという場合には、それは復習という形になります。まあ、たまたまですよね。あるいは、教えたがりの人っていると思うんですね。まあ、教えたがりというか、まあ、人に説明するのが、まあ、得意という人でしょうかね。まあ、僕もですね、まあ、教えるというのは、まあ、決して嫌いではないので、自分でこう、覚えてきたこととか、勉強したこと、をですね、あ、これはこうなんだよっていうふうに、まあ、比較的言っていた方かと思います。ですので、教えたがりで誰かに話をしたっていうのは、これは、本人にとっては、復習という状態になります。ですので、この2パターンを経験した人っていうのは、まあ、記憶に残っていると思うんですが、自分で今日セミナーに参加してね、5000円も払ったので元を取らなきゃと言って、まあ、一生懸命こう復習をするとかですね。まあたまたまセミナーの翌日にそういう患者さんに遭遇したとか、まあ誰かに話をしたとか、そういう方以外は、まあ記憶に残ってない。じゃあどうすればいいかっていうと、一言で言えばアウトプットという形になってくると思います。まあ学生時代に真面目だった方、真面目でなかった方っていう方がまあいると思うんですが、真面目に準備をして、先生に答えられた生徒、まあ真面目で、誰々ちゃんはいい子だね、みたいな、まあそういう方もいると思いますし、まあ逆にですね、まあ男子に多いかもしれませんが、宿題とかやってこないでぶっつけ本番で、まあ黒板の前でですね、先生から、もう違うぞと、まあ何回言ったらわかるんだ、みたいな感じで、まあ先生にこう叱られていたですね、まあこう、A 君、B 君、まあそんな方がね、まあいたとします。そうすると、これどちらが記憶に残りやすいかっていうとですね、真面目に準備して先生の質問に答えられたっていうのは、先生の質問に答えられなかったら嫌だなっていうところで真面目に準備するっていうところがありますから、まあそこで、記憶が終わってしまってですね、まあ残っていない。まあ感情はあんまり関係ないですよね。ところが、まあ宿題せずにですね、まあ、問題を解いて、それでまあ間違えて先生に叱られたりすると、まあそれはそれで恥ずかしいとか悔しいとかっていう感情が出てきて、まあそれで記憶に残りやすいと。
そういうことがありますし、あるいは、まあ、勉強しないで、追試験、まあ、実際再試験ですが、まあ、再試になった方っていうのはですね、まあ、一回間違えてますので、次はもうね、絶対間違えられないということで、まあ、しっかりと勉強しますよね。とすると、それは、復習という形になりますので、実は再試験を受けるというのは、学習効率が高いんですね。進学校とかに、まあ、行く、子供たちはですね、毎週のように塾で試験をしてるんですね。あれは、なぜ試験してるかっていうと、試験自体が復習になってるんですね。覚えたことをアウトプットしようとしますよね。そして、また新しいことを覚えて、で忘れそうになる前に、また試験をやって、それをアウトプットする。そうすると、忘れる暇がなくなるわけですね。ですから、とにかくですね、まあ、再試験をしていく、アウトプットしていくっていうことは、学習効率がいいですよということです。まあ、そこで、だったら、その復習っていうものを取り入れた高効率な勉強方法を提供したらいいんじゃないかというふうに考えて、まあ、出なし看護塾スタイルっていうものをですね、ちょっとこう変えていこうというふうに思いました。で、まず、まあ、これは、まあ、自分のサービスをですね、説明することになりますので、まあ、ちょっと、まあ、申し訳ないんですけども、まあ、広告的なところもありますが、やはり、ベースの知識って必要になるかと思いますので、それは40時間の診療の補助の教科書っていう動画を見てほしいと。まあ、1年間見放題で2万円。まあ、定価は6万円ですが、現在2万円ですので、まあ、まだ購入していないという方は、ぜひぜひ、まあ、2万円の価値はね、あるかなという、まあ、6万円は確かに高いかなとは思いますけれども、2万円の価値はね、絶対あるかと思いますので、40時間の動画見れますよと。で、これテキストもついてきますよということですね。で、まず、まあ、基本的な知識を、まあ、頭にちょっと入れていただいて、あとはオンラインサロンも行っております。まあ、これも、まあ、月額2,500円、あるいは3,500円とコースがいろいろあるので、まあ、詳しくはホームページを見ていただければと思いますが、オンラインサロンに参加することによって、まあ、これ復習になりますよね。で、さらに、オンラインサロンはですね、まあ、自分で発表するという機会もあります。まあ、これは3500円のコースだけになるんですけれども、こちらはですね、まあ、アウトプットの機会を設けておりますので、まあ、ぜひぜひね、まあ、なかなかアウトプットする機会って実際ないと思いますので、まあ、それもサロンを活用してほしいというふうに思っています。そして、洞察力で見抜く急変予兆、まあ、3万6000冊以上売れておりますので、まあ、大変多くの方にね、ご購入いただきましたが、まあ、臨床で、まあ、いろいろなこう知識をですね、思い出しながら仕事をするっていうのは、まあ、アウトプットプラス復習になりますので、まあ、これも、まあ、学習効率はいいかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、まあ、こちらもご利用いただければと。まあ、皆さんご存知かと思いますが、まあ、YouTube でもね、動画見れますので、まあ、こちらも、まあね、310回の動画の分を合わせると、まあ、4000円という金額は、まあ、それほど高くないのかなというふうに思っていただけると嬉しいなと。で、それに加えて、まあ、ここまでは今までと変わらないわけですよ。それに加えて、高効率の出直し看護塾のスタイル、極めつけは何かというと、インスタです。まあ、インスタ、僕よく分かってないんですよ。で、よく分かってなくて、まあ、なんでそんなにね、まあ、みんな使ってるのかなと、何が楽しいんだろうと、まあ、正直思っていたんですが、でもちょっとこう勉強してみると、まあ、確かにインスタは、これ有用かもしれないと。例えば、これ、今日の朝7時にですね、出したやつなんですけれども、最も怖い心筋梗塞はどんな心筋梗塞ということで、めくっていくとですね、いろいろ復習になるようなですね、ページになっています。で、前回の出直し看護塾のセミナー、これ、オンラインサロンのメンバーだけしか今参加できないんですが、出直し看護塾に参加されていただいた方はですね、ちょうどこう心筋梗塞の勉強をしたんですね。ですので、心筋梗塞の勉強をして、それでも、さっき言ったように、リビングハウスの忘却曲線でどんどん忘れていくわけです。ですから、勉強したことを、まあ、インスタを使って思い出してほしいと。最も怖い心筋梗塞ってどんな心筋梗塞ですかということで、で、その中で特に怖いのは何ですか、じゃあ、急性冠症候群って何でしたっけというおさらいをしながら、ST 上昇型と非 ST 上昇型、あるいは不安定狭心症型がどう違うんだっけということを復習して、最終的に、まあ、ここにこう書いてありますけれども、CK の上昇を伴う ST が上昇していないタイプの心筋梗塞っていうのは、これ、院内死亡率が一番高いんですよと。確かにね、こうステミと言われる ST がダーンと上がってくるような心筋梗塞は怖いんですね。それはそれでもちろん怖いんです。ですが、ST が上がっていないタイプの心筋梗塞でも十分に怖いということは認識しておく必要がありますし、あるいは長期予後を見ていきますと、ST が上昇していないタイプの急性冠症候群は、まあ、実はですね、ステミよりも死亡率が高いと、まあ、長期予後が悪いということなんですね。ですので、まあ、結局は心筋梗塞全部怖いですよっていう話なんですが、まあ、ただ、それはそうだけれども、まあ、こういったことを、これガイドラインに書いてあることですので、まあ、こういうことをですね、まあ、オンラインサロンでは話をさせていただいたんですが、まあ、どうしてもね、まあ、他にもいろいろ覚えることがあって忘れちゃうんですね。ですけど、インスタを使ってもう一度復習してもらえると、まあ、なるほどなと、あ、そうだったなと言って、記憶に残りやすいかなというふうに、まあ、少し思って、まあ、こういうサービスもやっていこうと思っています。ですから、出直し看護塾はですね、今までは、まあ、一方向で伝えていた、それをオンラインサロンを使うことによって双方向にした。そして、これからは、その双方向に加えてですね、復習をする
という、まあ、復習までの学習環境を提供するということが、まあ、デナンシカゴ塾のスタイルですよという形でやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひ、インスタはね、無料ですので、まあ、ぜひね、まあ、そのインスタだけでもとりあえず覗いてみようかなという方でももう全然歓迎ですので、まあ、ぜひ見ていただければと思います。まあ、それでは、本日は終わりにしたいと思います。皆さんごきげんよう。